どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、永久不滅ポイントポンタポイントからですね、 JAL マイルに交換すると 20% 増量キャンペーンっていうのが来ておりますので、こちらの解説ですねやっていきたいと思います。今日ねちょっとね雰囲気違うかなと思いますけども、ちょっとねとあるホテルに宿泊させていただいておりまして、そこからね撮影させていただいております。まあこの話はねちょっと置いといてですね、今回ですねポンタポイント、またね永久不滅ポイントから JAL マイルに交換すると増量キャンペーンということで、前回はですね2021年の3月にこちらのキャンペーンを行われているというふうになりまして、このキャンペーンね再来っていった形なんですけども、まあこれね年に1回か2回ね絶対来てるんですよね。JAL マイルね貯められている方は、まあこの機会ですね、ちょっと普段ね交換しないでこのキャンペーン来るのですね待ってもいいのかなっていうふうに思いますね。こんな感じで定期的で来るのであればですね、やっぱりね、まあ、20% 増量でね JAL マイルに交換することができますので、まあ、本来ねポンタも永久不滅ポイントも 50% でね交換なんですけども、このキャンペーンね利用していただければ 60% っていうふうになりますんで、かなりねいいですよね。ということで JAL マイルね貯められている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ではね詳細いきましょう。まずねポンタポイントはですね、キャンペーン名はポンタポイントから JAL マイル交換 20% アップキャンペーンということで、期間はですね2021年4月1日から7月31日23時59分までにマイル交換完了された方というふうになっておりまして、こちらのポンタのキャンペーンはですねエントリー不要というふうになっておりますので、ポンタポイントを JAL マイルに、ね、交換していただければ OK という形になります。なんですけども JAL マイレージバンクポンタ会員ね未登録の方はですね、事前にね登録する必要がありますので、登録されてない方はですね早めにねやっていただけたらなと思います。でキャンペーンの特典ですね、期間中ポンタポイントから JAL マイルへ交換すると通常マイルに加えて 20% ボーナスマイルが積算されるっていう風になります。こちら例で言うと100ポンタポイントを JAL マイルに交換していただくと、本来ね100ポンタポイントっていうのは50 JAL マイルにね交換することができるんですけども、ボーナスマイルが10マイルつきまして60 JAL マイルにね交換することができるっていった形になります。ですので交換率で言うと 50% は 60% に、ね、なるっていった形になります。で対象者はですね、先ほども言いました JAL マイレージバンクポンタ会員、またはですね JAL マイレージバンクローソンポンタカードビザをお持ちの日本地区会員の方ということで、ちょっとね分かりづらいかなと思うんですけども、まあこういった感じでですね JAL マイレージバンクポンタ会員の方はですね、こちらは利用できるっていった形になります。でですね、ボーナスマイルの積算時期っていうのは2021年8月末頃にね付与っていう風になりますんで、対象期間中に交換された合計のマイル数ですね、こちら 20% 分がですね通常のマイルとは別でね積算されるっていう風になりますんで、こちらまとめてね積算されるっていう風に記載がありますので、この点もね覚えておいてください。でこちらのねポンタから JAL マイルの交換へのキャンペーンはですね、特にね注意事項っていう注意事項はないんですけども、こちらね公式サイトに記載があるのは、まあこちらねほとんど普通にやっていればまあ大丈夫かなっていう項目ばかりですので、一応ね簡単に目通しておいていただければなと思います。まあこちらのキャンペーンはね非常にシンプル で、ただポンタポイントを JAL マイルにね交換していただければ 20% 増量っていう風になりますんで、まあかなりねありがたいキャンペーンですよね。公式サイトも概要欄に載せておきますので、そちらねチェックしてください。 JAL マイレージポンタ会員っていうのがね途中で出てきまして、まあこちらを登録しといてくださいっていう話なんですけども、この JAL マイレージバンクポンタ会員っていうのはですね、会員登録すると JAL マイルとポンタポイントはですね相互交換ができるようになるんですよね。まあ言ってしまえばこれ会員登録しないと、まあ、相互交換がねできないっていった形になりますので、まあ、こちらのキャンペーンね利用する方は早めにねやっといていただければなと思います。まあこんな感じでですね JAL マイレージバンクポンタ会員になってですね、ポンタポイントから JAL マイルにね交換していただければ 20% 増量でね利用することができるっていった形になります。それでは次にですね、永久不滅ポイントから JAL マイルの交換 20% 増量キャンペーンですね。こちらのキャンペーン名はマイルレートアップキャンペーンということで、期間はですね2021年7月1日から2021年7月31日までという風になっておりまして、この永久不滅ポイントから JAL マイルの交換のねこのキャンペーンはエントリー必須っていう風になってるんですよね。でこちらもね概要欄に載せておきますので、エントリーねし忘れないようにしていただければなと思います。で
で、キャンペーンの内容はですね、期間中にエントリーをしていただいて、永久不滅ポイントから JAL マイルにね、交換していただくと、200ポイント一口で通常500マイルにね、交換できるところ、漏れなく100マイルボーナスプレゼントということで、記載があります。まあ、こちらね、簡単に言うとですね、永久不滅ポイント200ポイントっていうのは、まあ、現金換算にすると約ね、1000円分っていった形ですよね。まあ、それを JAL マイルに交換すると、本来500マイルなんですけども、まあ、今回のキャンペーンで600マイルに、ね、交換することができるっていった形になります。ですのでこちらの交換レートもですね、通常ね 50% で永久不滅ポイントから JAL マイルに交換することができるところがですね、60% で交換することができるっていった形になります。でですね、永久不滅ポイントのキャンペーンはですね、積算時期は通常マイル分が交換後 3,4 週間ほどかかるっていった形になっておりまして、ボーナス積算はですね、2021年の10月中旬という風になっておりますので、ちょっと時間がかかるのと、通常の交換分とですね、ボーナスマイル分っていうのはこちら別々でね、付与されるっていう風になりますんで、こちらね、覚えておいていただきたいなと思います。でですね、こちらの永久不滅ポイントから JAL マイルにね、交換する場合ですね、こちらネットアンサーっていうセゾンのね、サイトで、まあ、行っていただくわけなんですけども、こちらね、ログインした時に対象カードっていうのが表示されるんですよね。で、この対象カードでエントリーして、で、ポイント交換自体もそのエントリーしたカードで交換ね、行っていただく必要があるっていう風になるんですよね。ですのでこちらはね、本当にね、気をつけていただきたいなと思います。エントリーしたカードと違うカードをね、ログインした状態で交換してしまうとですね、このキャンペーンね、適用されないっていう風になりますんで、本当にね、注意してください。ちょっとこちらはね、後でね、実際にちょっとやってみようかなと思っております。またですね、キャンペーンの注意事項として、異なる永久不滅ポイント対象カードで複数回ね、交換される場合はですね、期間を2週間以上空けてね、利用してくださいっていう文言が注意事項にあるんですよね。こちらね、まあ、どういった時にこうなるかっていう話なんですけども、永久不滅ポイントから JAL マイルに交換しますよね。で、それで良かった、まあ交換できたからこれで OK って思って、まあこれで一回ページを閉じてですね、後日ですね、ポイント交換とかポイント付与とかで JAL マイルに交換できる数のね、ポイントが貯まった場合ですね、前回どのカードでエントリーしたっけみたいな、まあそういった感じになった時にですね、こういう状態に陥る可能性があるかなっていうふうに思いますので、まあこちらね、対策としてはですね、エントリーしたカードと交換したカードですね、こちら確実にね、覚えておくようにしてくださいね。まあね、複数回利用する可能性がね、全くないっていう方であればですね、こちらあんまり気にしなくていいのかなっていうふうに思うんですけども、まあこちらね、2週間以上空けてくださいっていう公式サイトに記載がありますんで、まあこれ2週間以上開けなかったら、まあ、どうなるんですかね。キャンペーン対象外になってしまう可能性もね、あるかなっていうふうに思いますので、まあ、こちらはね、注意していただければなと思います。またですね、このキャンペーンには対象外のね、カードっていうのがあります。一応ここにね、記載しておきますけども、まあこちらね、ANA のカードだったり、セゾンのカードだったりということで、まあこちらね、保有されている方はですね、今回のこの永久不滅ポイントから JAL マイルの増量キャンペーンっていうのは利用することができませんので、この点はね、覚えておいてください。それでは次にですね、今回ね、永久不滅ポイント、ポンタポイントから JAL マイルのね、交換で 60% の交換率でね、交換することができるということで、ポイントサイトのポイントですね、ある程度保有されている方で、今回のキャンペーンに乗って、60% でね、交換することができるっていった形になっておりますんで、中心でね、JAL マイルを貯めている方はですね、結構ね、おすすめっていった形になりますんで、この機会にですね、ポイントサイトのポイントをポンタもしくは永久不滅ポイントにね、交換していただいてですね、このキャンペーンね、乗っていただくのも結構いいかなっていうふうに思いますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。で、先日ね、動画で紹介していただいたポイントサイトハピタスのキャンペーンありますよね。ハピタスサマーキャンペーンですね、こちらに関してはポイントサイトのハピタスのポイント 80% でね、実質ですけども交換することができますので、まあ、基本的にはポイントサイトハピタス以外のね、ポイントを保有されている方は今回のこのキャンペーンで JAL マイルにね、 60% で交換していただくのがね、いいのかなと思います。でですね、ポイントサイトのポイントをポンタポイント、永久不滅ポイント、どっちに交換するのがね、おすすめなのかっていう話なんですけども、どちらもですね、ポイントサイトから交換はね、まあ
必要なクレジットカードも出てくるんですけども、できることはできるんですよね。で、基本的にはですね、ドットマネーっていうサイバーエージェントがね運営しているポイントサイトがありますよね。そちらにね交換できるポイントサイトに関してはドットマネーに交換していただいて、ポンタポイントにね交換していただくと3営業日でね交換することができるんですよね。ですので基本的にはですね、ポンタポイントに交換していただいて JAL マイルにね交換していただくのがねいいのかなと思います。永久不滅ポイントもですねできることはできるんですけども、 JQ セゾンカードっていうのが間違いなくね必要になるっていった形になりますんで、まあそうなってくるとですね、ポンタポイントにね交換していただくと必要なクレジットカードもねありませんので、こっちの方がねおすすめっていった形になります。で、ドットマネーにね交換できるポイントサイトなんですけども、私がねおすすめしているポイントサイトではポイントサイト、ポイントインカムですね、あとライフメディア、あとチョビリッジなんかはですねドットマネーに交換することができますので、こちらについてはですねドットマネー経由していただいてポイントポイントね交換していただければなと思います。でですね、ドットマネーからポンタポイントまでは3営業日でね交換することができるんですけども、ポイントインカム、ライフメディア、チョビリッチですね、この3つからドットマネーに交換する日数ですね、こちらもねちょっとここら辺にね出しておきたいなと思いますので、 JAL マイルへのね交換キャンペーンっていうのは7月いっぱいまでしかやっておりませんので、あんまりね7月末ギリギリとかにねやってしまうと交換自体がね間に合わない可能性もねゼロではないっていった形になりますんで、ちょっとねこちらは注意してね交換していただければなと思います。でですね、ポイントサイト EC ナビってありますよね、こちらはドットマネーにね交換することができないんですよね。ドットマネーに交換することができないと T ポイントを経由して JR キューブをそこからポンタポイントに交換する必要があるっていった形になりますんで、まあ、交換日数はねそこまでかかんないと思うんですよね。おそらくね1週間もかからず交換することができると思うんですけども、この点はね覚えておいていただければなと思います。それではポンタポイントから JAL マイルのね交換レートアップキャンペーン実際にねやっていきたいと思います。ちょっとこれにねスマートフォンの画面出しておきますね。まずね JMB ポンタ会員の会員登録が必要ということで、私これちょっとなってるかどうかわかんないんでここからやりたいと思います。でこちらクリックしていただくとポンタウェブということで JMB ポンタ会員に登録しようということで登録ねやっていきましょう。で私はね JAL マイレージバンクのカードを持ってますんで、こちらですね今すぐポンタ会員に登録ということで、ここでねポンタウェブにログインということでログインねしていきましょう。でそうするとね JMB ポンタ会員会員登録画面が出ますんで、こちらをね会員登録していきましょう。そうすると JAL のね公式サイトに飛びますね。でここでログインしましょう。こちらでね JAL マイレージバンクポンタ会員の登録完了ということで、これでね登録完了したんですね。非常に簡単ですね。まだやってない方はぜひね、まあこちら本当にちゃちゃっと終わりますんで、これねやっておきましょう。でメールの方にですねこんな感じでメールが来てますね。 JAL マイレージバンクポンタ会員登録が完了しましたということで、やはりね私会員登録してなかったんですね。前にねやった気したんですけどやってなかったんですね。それでは交換ねしていきたいと思います。ポンタのねウェブサイトのポンタポイントから JAL マイルへの交換ですね。キャンペーンのことは何にも書いてないんですね。ちょっと不安ですけど、まあこちらで大丈夫でしょう。では交換していきましょう。 JAL マイル交換、溜まったポンタポイントを JAL マイルに交換できるということで、私はですねちょっと JAL マイルね貯めておりませんので、100ポイントを交換すると本来50マイルになってそれが60マイルになるということで、こちらを5でいいのかな、10マイル、そうですね100ポイントを使って50ジャルマイルですね、まあ、これがキャンペーンに乗って60ジャルマイルになるっていう感じですね。では交換していきましょう。で次の画面でね、確認画面が見られます。まあこっちの方がねかなり見やすいですね。さっきの画面はかなり分かりづらいですね。10マイルをね5口ということで50ジャルマイルですね。じゃあ必要ポイントは100ポイントで、まあ、交換できるマイルが50マイルですね。でキャンペーンで60マイルということで、交換手続きへ進むをクリックすると、あ、もう一回ウェブにログインが出るんですね。ログインしていきましょう。でそこでね本人確認が入ります。そうするとですね、確認コードということでメールアドレスにね、確認コードが行くんですね。結構セキュリティちゃんとしてるんですね。じゃあちょっとメールの方に行って、あ、こちらですね、リクルート ID からね来てますね、確認コード。これをコピーしてこっちに入力しましょう。あ、注意事項の確認ということで、こういうのがあるんですね。交換後は1週間程度で積算される予定です。交換手続き終了後の、申し込み内容の変更は取り消しできませんということで、こちら同意する。で、100ポイントですね利用して50ジャルマイルですね。で
個人情報とかも全部出てるんですね、ここね、すごい。で、下の方でね、申し込みをするをクリックします。あ、これで申し込み完了ということで、交換完了になりました。まあ、これでね、OK ですかね。それはですね、次に永久不滅ポイントから JAL マイルですね。ちょっと申し訳ないことにですね、永久不滅ポイントが交換できる分までね、達成、到達してなくてですね、ちょっと実際の交換完了画面まではね、お見せすることできないんですけども、まあそこまではね、行きたいと思います。で、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、そこからね、この画面ね、行っていただきたいと思います。セゾンストアっていうところなんですね。マイルレートアップキャンペーンということで記載があります。でクレジットですね、 JAL マイルレートアップキャンペーンポイント支払い限定、まあこれで交換すると、まあ、JAL マイルに交換できて、まあ、レートアップということでね、永久不滅ポイント200ポイントがこちら1000円分ですね、こちらが 60% で600 JAL マイルにね交換することができるっていった形ですね。で下の方にね行っていただくと、期間中エントリーの上永久不滅ポイントを JAL マイルに交換していただくとっていうね記載がありますね。まずエントリーはこちらということでネットアンサーにログインしましょう。次のページ行くとね、キャンペーン申し込みということで JAL のね、お得意様番号等々をね記載していきます。じゃあこれ入れていきましょう。でですね、入れ終わったらですね、下の方に次へっていうのがありますよね。で、先ほど言っていたエントリーしたカードでポイント交換をしてくださいっていう話させていただいたと思うんですけども、この下の方にですね、ログインカードっていうのがありますよね。私は今ね、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードになっているんですけども、ここですね、注意していただきたいのは、このセゾン、私はね、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスでログインしてエントリーしてますよね。で、先ほどの、セゾンストアで、まあ、ポイントを交換するわけなんですけども、そこでもこのセゾンゴールドアメリカンエクスプレスのカードですね、まあこれはまあ私の場合にはなりますけども、まあこういった感じで同じカードでねやっていただく必要があるっていった形ですね。では次の画面行きましょう。次行って、で次の画面に行くとキャンペーン申し込み確認ということで確認しましょう。でキャンペーンエントリー受け付けましたっていうのが出ますね。まあこれでエントリー完了ですね。では先ほどのね、交換のところにもう一回行きましょう。でキャンペーン一覧を見るとね、エントリー済みっていうのがちゃんと出るんですね。これは分かりやすくていいですね。でこれをクリックするとセゾンストアですかね、こちらもう一回行くということで、こちらですね、 JAL マイルレートアップキャンペーンですね。で下の方にですね、ポイント交換はこちらってのがありますよね。こちらをクリックしていただきます。まあこちらネットアンサーログインでいいですかね、私の場合なんで。はい、ということでそうするとね、セゾンカードネットアンサーということで、まあこちらでですね200ポイント永久不滅ポイントですね、これが500ジャルバイルにね交換することができるっていった形になります。でこちらにね、まあお得意様番号とか名前生年月日ね個数っていうのが、まあこれ一口ね200ポイント500ジャルマイル、まあこれが600ジャルマイルになるんですけども、まあ、一口200ポイントっていう感じですね。だからこれはね口数を入れていく感じですかね。はい、で1回に交換できる上限をは99個まで、まあここまでね交換される方いらっしゃらないかもしれないんですけども、まあこんな感じでね交換することができます。で先ほども言いました通り、先ほどエントリーしましたよね、セゾンアメックスゴールドで。でセゾンアメックスゴールドアメリカンエクスプレスカードでエントリーしておりますので、下の方にですねまた出ておりますね、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカード、まあこれがね同じになっていることを確実にチェックしていただいてですね、こちら交換申請ねしていただければなと思います。これが別々のカードであるとですね、キャンペーン対象になりませんので、ここはね本当に注意してくださいね。ということで、まあこちら必要事項ね入れていただいて、ポイント交換するクリックしていただければ交換完了っていった形になります。ちょっとね永久不滅ポイントがね私42ポイントしかなくてちょっと交換できなくて申し訳ない限りなんですけども、次回のねキャンペーン開設するときはね確実にね200ポイント用意しておきますので、申し訳ない限りでございます。ということで、まあこんな感じでですね交換ねしていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、ポンタポイント、永久不滅ポイントから JAL マイルにね、交換していただくと 20% 増量キャンペーンということで、交換率がですね、50% のところが合計 60% にね、交換することができるということで、ポイントサイトのポイントっていうのは基本的に JAL マイルに交換すると 50% になってしまうわけなんですけども、このキャンペーンでね、載せていただければ 60% で交換することができるっていった形になりますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。解説の途中でも言いましたけども、ポイントサイトハピタスだけですね、実質 80%
交換キャンペーンやっておりますので、ポイントサイトハピタスのポイントはねちょっともったいないんで、そっちで利用した方がいいと思うんですけども、それ以外のねポイントサイトのポイントに関してはこちらでね 60% 交換することができますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、チャルマイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。